はい、どうも、こんにちは、どうもします。私、現在、トピーが2131なんですけど、今日は、ボックス紹介の方、久しぶりに、何ヶ月ぶりだろうかな何ヶ月ぶりわかんないんですけど、ボックス紹介、最近やってないし、まあ、やってほしいなっていう声も、ちらほらいただいてたんで、やるんですけど、まず前提として、私、ボックスかなり強いです。ですが、最高強ピは2270です。もう、そういうことです。下手くそです、私、このゲーム。なので、このボックスで、その強ピ、わらわら、みたいなの。やめてください。もう、俺が一番わかってます。このボックスで、2300すらないんです、僕最高。もう、俺が、いっちゃわかってるんで、もう、そのことは。はい。開いた傷口にね、塩を塗るようなことは、はい。まあ、したい方は、ぜひぜひしてもらって、はい。私は、それのコメントを見ながら、って言います。で、総課金額私調べたんですよ。iTunes の課金履歴みたいなやつだよ。調べたんですけど、合計で、192,670円でした。192,670円課金したボックス紹介をしていこうと思います。で、ログイン日数も、550とか、560ぐらいか、560日。まあ、1年と、まあ、半年ないぐらいですね。ちょうど1年と半年か。ちょうど1年と半年ぐらいです、今。1年と半年で、まあ、2270。で、19万円課金して、まあ、このボックスって感じで、早速いきますか。まあ、こんな感じ、研究所から開きますか。剣士はもう、はい、相変わらずです。剣士負けしない最低ライン保ってます。で、剣士負けしないんだったら、防御2回分振らなくて大丈夫です。はい。で、次なんですけど、こちらスライム。いやスライムは今弱いですね。火力高すぎて、何もできないって感じなんで、これで一生補欠ですかね。次、スケルトン。スケルトン最近、情報来て強いらしいんですけど、まあ何せこいつ激レアないと、相手のスケルトンにスケルトン負けしたりっていう感じもあるんで、またシンプルに D1 DZ 取れないし、まあ、27フルです。はい。次、リザ。リザは、生活こんな感じで、D1 はないです。DZ もないです。で、攻撃だけそこ、フル、団子フルです。で、基本的に僕のキャラ全部そこフルです。はい。で、防御は、まあ、ちまちま団子振ってるって感じですね。で、金バッチ。リザは、金バッチと、裏座は強いです。ただ、それがないと、本当にどうしようもないぐらい弱いです。2体重ねても相手の3コス倒せないとか、ザラなんで。で、金バッチがある時じゃないと使いたくないですね。さすがに今は。まあ、使うのは、そんなにおすすめはしません。そんなにおすすめはできないですね。バッチが、俺のリザー、まあ、バッチがないとって感じなんで、はい。そんで、バーサーカー。バーサーカーに関しては、もう、ステータスこんな感じです。ガチガチですね。団子そこフル全部。D1 も D0 持ってます。で、激ラーなんですけど、こいつ合計6個激ラー出てるんですけど、5個持ってます。1個だけ持ってないんですけど、まあ、十分に強いですね。バーサーカーは、はい。めちゃくちゃ強いです。次、イフリート、ロンガイですね。なんでこいつ不可視なんでしょうか。お話になりません。で、マミ。マミも団子そこフルです。ただ D1 なしなんで、まあ、ステータスが D1 ない分ちょっと空いてるくらいですね。マミは足キャラで一番強いですね。足キャラでやっていいことやって、足キャラでやっちゃいけないことをやってるのが彼なんで。はい、まあ、これからもお世話になります。そして、ケットシー。唯一持ってるアビさんですね、こいつ。で、一応、ソコフルではあるんですが、あ、ソコフルじゃない、ソコフルですらないし、団子フルでもない。激ラも1個持ってない、D1、D0 もなし、って感じです。ケットシーね、ちょっとね、弱い。うん。スキル発動率、アビさんで使うと、ケットシー、5ケットシー使えるんだけど、2ケットシーは、すぐ箱にする。で、もう2ケットシーはなんかずっとスキル出すにちょん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 なんか、スキル忘れて、支援してる。で、もう1ケットシーは、なんか知らん、あ、まあ、間に死んでます。って感じですね。はい。さあ次、シマリス。シマリス、防御2回だけ、団子振ってません。他は全部振りました。で、そこ振りです。D1 ないですね。まあ、シマリスはずっと強いと思うんで、シマリスが補欠に入る日が来たら、白ドラのサービス終了だと思ってます。はい。そして次、ウルフ。
ウルフは、底フルではあるのかな確か。底フルではあるんですが、団子が、まあ、7、5、7回振ってます。って感じですね。一応、アビーチョも全員ついてます。で、まあちょっと、鬼んこ今強いし、その鬼んこに弱い。で、ゲゲキとしてもか、まあ足、まあ頭数多いけど、別に頭数多いだけみたいな。なんか、まあで、こいつ D0 がないんよ。ガチャキャラなんでスキル10取れないんですよ。ガチャで出さないと。で、召喚数多いキャラのスキル10って結構大事なんで。で、プラス、まあ、D1 もないと。で、バッチもないと。じゃあ何ができるんだお前はと。って感じで。まあ、他の迎撃でいいですね、こいつは。次、アシュラ。こいつはもう、あれです。はい、そういうことです。次、ラビット。ラビットも団子底フルです。ただ激レアがないんで、ステータスはちょっと隙間空いてますが、まあ全然いいでしょう。ラビットね、最近スキル発動率下がったんじゃないかって。なんか、ちょっと前は、お前なんで切れないやんっていうことが、まあちまちまあったんですけど、最近はなんか、多いなって思うんですよ。まあ、また切れなかったみたいな。なんか、なんで切れないのじゃなくて、また切れないってなってるんで。こいつのスキル発動率下がってるんじゃなかっていう。でも、でもこいつ結局強いんで、チビクロに強いってだけでいいし、砦でね、取れるし、足フィニッシャーにもなるし、まあ、こいつは結局強いっす。はい。次。ベイトルも団子そこフルですね。で、D 番と激ラがないので、まあ、こんな感じでセタスちょっと空いてますよって感じなんですけど、こいつね、正直 D 番 D0 なくても強いと思ってます。はい。要は3、なんか、かったりキャラを処理すりゃいいんですよ。なんで別に D1、D0 なくても強いと思ってます。全然。で、バッチなくても強いし、バッチなし D1、D0 なし30フルじゃないわ。バッチなし D1、D0 なし団子底フルでも十分強いと思ってます。まあ、彼は必須キャラですね。はい。で、お次が、レードラですね。こいつはもう団子底フルです。ただ、激レアが2つ、重複があと4回出てないんで、まあ、ステータスが、0.5、0.5、2%、3%、4% ですね。4% 低いのかな他のあれに比べて。4% かな ?4% ぐらい、で、スキル値持ってませんと。レートは別に1体だけしか持ってない、で、出してないよって人、激レア1個持ってないよ、重複もないよって人でも全然付加していいと思います。こいつは結局強いんで、はい。まあ、たくさんお世話になりました。これからもたくさんお世話になると思います。よろしくお願いします。して、金木。で、こいつは、あ、一応補欠なんですけど、スライム、スケルトン、イフリート、ケットシュア、リザ補欠、ウルフ補欠です。で、金木くんなんですけど、こいつも一応、真ん中だけ団子振ってなくて、重複もなしです。一回しか出してません。で、まあ、ビーチついてます。バッチは青バッチで、金木くんはちょっと補欠と、選出行ったり来たりしてますね。いやねー、金木くん、ちょっとね、難しいんよね。壁として使うにもちょっとなんか、集団で来られたら何もできないし、みたいな。なんか流してもガッツ一体でなんか死んじゃったり、ディケードだけで死んじゃったり、なんか、ちょっと難しいんですよ、こいつ。スキル打っちゃ強いんだけど、あとこういうスキルで回復する系のキャラってステータスばっか大事なんで、まあできればスキル11まで出したいんですけど、ちょっと難しいとこっすね。はい。たまに補欠に入ってます。パワースは、防御1回だけ振ってません。1回だけ振ってませんね。真ん中。で、こんな感じで、ステータスバキバキです。パワースは一生強いと思います。はい。マジで強い。こいつマジで強い。パワースほど、孵化した瞬間に強ピー上がるキャラ、まあいないと思ってますね。そして、ボス、補欠です。まあ、こんな感じで、底力もちまちま振って、団子もちょっと振っちゃいました。返してください。はい。こいつ、D1、D0、虹バッチがあって強えってキャラと思ってるんで、ないとね、みたいな。スキル11こいつ絶対必須。マジ必須。絶対に必須。D1 必須。スキル11必須。で、ベビー。アンチ豊富ベビーさん。こいつも一応底フル、団子フルで、激レアだけ2個持ってないんで2%セダスが空いてますと。ベビーは強いです。壁としても優秀。カッタビーキャラとしても優秀。アンチも豊富。孵化してよかった。育成してよかった。
で、爆死。こいつは補欠ですね。D 版ディーゼル用に付加しました。で、ブルード。ブルードも団子そこフルです。で、こいつは、激レア3つなしの、重複は全部持ってるんです。で、ステータスが 3% 空いてて、スキル11も持ってません。ブルードはね、レードラより、レードラってなんか1体しか出してない、くても強いんですけど、ブルードは1体しか出してなくてももっと強いと思ってます。結局こいつ支援キャラなんで、まあ、最悪30フルとかでも全然強いと思ってますよ。はい。ブルードめちゃめちゃ強いですね。はい。結局ブルード強いです。大型を枯れちゃうのがやばいっすね。3コス3体のくせに。で、帰る。こいつも D1 ディーゼルに付加しました。補欠です。で、チームた。こいつもね、補欠行ったり来たりします。一応そこフルにはしました。ドラライ環境の時に、もう、お前がいないとダメだって思って。はい。ダビーチつけて団子は、まあ、ちょっと、しんどいかなーって感じで、全然振ってません。で、まあ、D 版も、スキル11も、なしで、激レアも0です。結構、ステータス空いてますね。まあ、でも、こいつが強い時っていうのは、なんかなー、相手に相手が、なんか、ドラライフクロウとか、なんか、魔導だの、コングだの、ガッツだの、マンジだの、いる時だけなんで、そうじゃない時って、本当に使い道なくて、まあ、環境によって補欠入れたり、選出入れたりって感じで。まあ難しいんで、別に負荷はしなく、まあ育てなくていいと思います。こいつも結局極端なんで。ワイバーンとかよりは安定するけど、刺さるか刺さらないかっていう感じなんで、バルキリーリーダーと相手なんもできないしね、本当にこいつ。まあそんな感じですね。別に育成はおすすめしません。窓騎兵、私大好き窓騎兵です。もう好きになっちゃいました。D1 ディーゼロ持ってます。で、団子そこフルで、激レアだけ3つ持ってないんで、激レアなしの分、ステダスが空いてます。まあ、魔導は強いに限ります。はい。うん、魔導強いよ。でも、体感ね、なんか相手に出てくる魔導ってね、クソ強く感じるんだけど、こっちが出した魔導ね、すぐなんか溶けるイメージあるんだよね。まあ、多分俺の出す位置が悪いんだけど。まあ、もうちょっと魔導の使い方上手くなりたいですね。よし。じゃ、キラービー。まあ、キラービーも今、補欠と優先、補欠選出行ったり来たりします。で、D1、D0 なしの、そこフルにはしました。で、団子がちょっと全然触れてないんですけど、で、激レア1個だけ持ってるんで、って感じですね。まあ、キラービーは、正直、ソラキャラ、ドラライとかフクロウとか、バルキリーとか、最近ちょっと多くて、で、なおかつ、前回のキャラグラ、無理だったんですよ。ほとんどのキャラに強く出れなくて、リザぐらいじゃない、リザペンギンぐらいしか強く出れなくて、で、マンジに横当て、チビクロに横当てしても、結局こいつ死んじゃうんですよね、なんか。マンジの波動で死んじゃったり、チビクロの風船で死んじゃったりって感じなんで、まあ、D1、D0 取ったらちょっと話変わるんだと思うんですけど、まあ別にキラービー使うんだったら今魔導の方が強いと思ってます。今はね、今は。今は魔導の方が強いと思ってるんで。まあ、こいつは補欠ですね。して、エンジェル。エンジェルは D1、D0 に付加しました。補欠です。で、ロボ。30フルの大型には、30フルじゃない大型には×マークついてます。名前の横に。30フルには×がついてません。ロボは一応、育成予定ですね。ただ、スキル11取れないんですけど、まあまあまあ、頑張ってくださいよっていう感じですかね。今は、普通に強いと思います、こいつは。で、パピオン。激レア3つ持ってて、30フルです。団子も底力もなし。スキル値持ってます。強いです。で、ゾンビ。ゾンビは、D1 ディーゼルに付加しました。補欠です。エルフも D1 ディーゼルに付加しました。補欠ですと。で、ゴーカイジャー。ゴーカイジャーも、団子フルです。ただ、重複が2回かな ?3 回か。1体本体出して2回追加で引いてるんで、ステータスは 1.5% 短いんかな、他のキャラがバキバキ豪快者より。豪快者ね、ちょっと前までは引いたら勝ちだった試合が多かったんですけど、最近なんかね、1体目の豪快者がスキル出すに死ぬとこが多くて。無駄な4コス食うし、終盤に出す豪快者って意外といいんすよ。なんか、負けそうな時でも耐えてくれたり、なんか、剣士しかいない時にも、豪快者は最後活躍したりするんですけど、それができないんで、1体目が、王になんないと。まあ、最近別にちょっと引いてもなーって思ってます。はい。で、こっから大型っすね。
サイクロ30フルじゃないですね。一応育成予定ではあります。で、ミノ。ミノも30フルでもないんですけど、こいつ D1、D0 を取る予定なんで、まあ、一応育成予定です。で、クイーン B も、まあ、スキル11じゃない、30フルじゃない、ポセイドンは補欠にします。クラーケンも補欠にします。ヴィーナスは30フルにします。デースは、補欠です。サタンは30フルなんですが、後悔してます。結局こいつ打たないんで。打たないし、脆いんで、ちょっと、後悔しました。リリスも30フルにしましたが、後悔してます。まあ、射程があるキャラって結局30フルでも強いんちゃうと思ったんですけど、意味なかったっすね。こうやって、スキル打たないしね。俺のマジで打たない。俺のリリスマジで打たない。本当に打たない。で、天狗。天狗は、まあ、最近アンチ増えて、まあ、スキル発動率も、まあ、良き良き。攻撃速度も良きって感じなんで、育成してよかったですね。で、悪縁。悪縁最近30フルにしました。こいつも一応 D1、D0 取れるんで30フルにしました。まあ、使ってません。で、デスは、補欠予定です。で、フランケンじゃなくて、ノーム。ノーム D1、D0 取れる予定なんで、取る予定なんで、一応使ってます。使ってますじゃない。育成します。で、バルーン。バルーンはちょっと使い方、です。使い方、オブ使い方みたいなキャラなんで、ちょっと使うのは怖いんですが、頑張って練習します。一応30フルで使う予定です。ゴレ使いません。補欠です。で、トレントも一応 D1、D0 取れる予定なんで、使おうとは思ってます。まあ、アンパイだね。迎撃に強いって、あれ持ってるし、アンチ。で、キメラ。お話にならないですね。補欠です。ヒュードラ。まあ一応30フルだし、迎撃だし使ってもいいかなと思ってるんですが、まあ、脆いっすね。こいつも打つか打たない。俺、ギャンブルキャラ嫌いなんだよ。リリースとか、なんかヒュドラとか、打つか打たないかみたいな。サイクロとかサタンとか。ね、打つか打たないかがマジ安すぎて、カエルとかも嫌なんですよ。打たなかったらみたいな。それを乗り越えないとね、いけないのかなと思ってるんですけど、安定を取っちゃうんですよ。で、バホメット。バホメットはもうちょっとで30フルです。こいつも早く使いたいですね。はい。で、雲。補欠です。オジャハウ。レベル1、補欠です。で、ここからガールケースね。サイクロガールは30フルで強いですね。はい。30フルでも結局強い。射程があるんで、まあ大体撃ってくれるみたいな感じなんで、結構信頼は置いてます。で、ミノガ。ミノガも一応30フルにしたら使う予定なんですが、ちょっと30フルのミノガって、結局、どうなんって思ってるんで、まあ、ちょっと際どいっすね。で、レドガ。一応レベル上げちゃったんですけど、まあ、補欠予定ですかね。はい。そして、トレンドガール。こいつ30フルで使う予定です。で、バルガ。まあ、こいつも一応補欠かな。まあ、いたとこでみたいな。で、ブルドラガールズ。一応30フルにしました。使います。まあ、フォア型被っちゃうんだけどね、役割が。で、キメが30フルで使う。キメが強いし、30フルでも。まあ、強くはねえけど、弱くはねえし、ちょっと強いと思ってます、キメが。そして、ロボが30フル。いや、まあ、結構低めに出したら相手が、んで、ロボがかよーつってなんか、なんだろうね、結構、まったりしてくれるんで、こっちのロボガールが30フルとも知らずにね。で、フォアが、もう全部揃えました。激ラを持ってます。はい。で、もうスキル11まで取りました。めちゃくちゃ強いです。はい。大型の中で、一番ホワイトラガールが強い。そうですね。はい。通じても、フォアが。いつか、彼の、いや、彼女の、銀フレームじゃなくて、金フレーム取りたいですね。まあ、まずは、もうカタカタ。で、銀。で、金。何年後っすかね、フォアガの金を取るのは。で、ゴレガは、団子振ってなくて、まず、重複が3回かな。あと3回出したらスッキリ11なんかな。って感じですね。ゴレガは安定で強いと思ってます。結構いいです、彼は。彼じゃないです、彼女は。まあ、いいですね。はい、次、サタンガール。なんか、攻撃に団子振ってますね、3回。あ、防御、体力にも一回振ってるわ。サタガー強いっすね。まあ、こいつも打つか打たないかなんですけど、一回打ってくれるんで。まあ、
まあ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 。で、運よくスキル持ってるんで、30フルで活躍してもらおうかなって感じです。そして、ブラガ最近強いですね。30フルなんですが、重複はそこそこ出してるんですよね。確かあと2、3回 ?2 回が、2回でスキル11かな。ブラガも強いです。30フルで使いたいですね。そして、クラガも30フルです。重複は2回なんですが、まあ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 、まあ、クラガもまあまあ、てか、フォアガーをサブにしてるときに、前張れる大型がシャッフルできてくれるの助かるんで、まあ、クラガとかサタガゴレガあたりは助かります。で、レドラも30フルにしました。こいつも一応 D1、D0 取れる予定なんで、30フルで使おうと思います。で、ブルドラも一応育成予定ですね。育成して使う予定です。で、フォアドラは補欠に入れます。で、ブラドラも一応、育成して使う予定です。で、メタドラ、グリドラは補欠ですね。で、ピクシー。ピクシーもね、打つか打たないかすぎてね、ちょっとね、みたいな。打った時が強すぎるんで、まあ、こいつは、これからも使い続けたいんですが、まあ、ピクシーの D1 出ちゃったら、ちょっとピクシーから交代かな、みたいな、思ってます。大型の D1 って絶対大事なんで、って感じです。はい。まあ、こんな感じですね。次マッチ。一応金5個持ってます。リザー金めちゃめちゃ強いですね。金バッジの中で一番強いと思ってます。俺が持ってる。で、キラービ金、正直体感あんまり変わらないっす。迎撃の金ってなんかまあまあ、みたいな。で、ビートル金。ビートル金も強いんですけど、リザーの方が強みを感じます。で、ベビー金。ベビー金もかなり強いですね。なんか硬いです。いや、ちげえわ。リザ金よりもっと強い金いるわ、俺。こいつだ、こいつ。パース金。これ一番強いです。はい、出す。パース金引いた試合、大体勝ってる気がするんで。パース金めちゃめちゃ強いですね。まあ、あとはこんな感じで、ガールは銀が大量にも空いて、まあ、はいって感じですね。そして裏技なんですが、剣士3本まで取りました。リザは3にしたいっす、今。てか、待ち込むじゃん。止めとこう。これで、あと5000っすね。あと5000ウラピーあれば、リザーレベル3と。で、多く持ってない、取ってない。で、ゴレに関しても、バッチコインが、この周期でバッチコイン来たら、貯めてます。で、今2000まで行きましたね。で、魔法持ってない。まあ、こいつはいつでも取れるように、一応9まで、900まで貯めました。で、まあ、じゃあ、メデューマリンコ、マーメイドを、あ、トレントも取れるんだ、俺。トレントも取れる？ん？トレントも取れる？で、まあ一応トレントの裏技も一応、まあバッチコインの周期来たら取ろうと思ってます。って感じですね。で、トロフィーか、次。トロフィーは、何持ってるっけ、俺。D0 が7個って書いてあるんですけど、実際持ってんのがビート、あ、違う。実際持ってんのが、バサッカ、ベビー、ラビット、窓の4体だけですね。はい。4体だけです。で、G1 は、剣士だし、みたいな。4体だけです。4体しか持ってないけど、7って書いてありますね。はい。D1 も4体しか持ってないのに、7、12って書いてあります。で、戦闘力高いんじゃない結構。24,760だって、結構あるね。大型8,370。小中型16,390。戦闘力は他の人の戦闘力あんま見てないんで、あんま見る機会ないんで、実際どうなんだろうなって思ってます。高い方じゃない ?24,000 って。25,000入ったらランカーじゃんだと思う。25,000あったらランカー入れんじゃない？てかランカーの人が25,000ぐらいだった気がするって感じですね。一応最後にデッキ設定だけ。ああ、こっちです。まあ、補欠が小中型8。で、10枠5、大型13で。課金分の補欠枠全部変えました。で、13個補欠。つけれます中型に。では1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13と感じで、であとキャラ2体付加したら補欠2増えるんですよ。で、まあその2体を何にするかって話で、まあどっちも強いキャラ行こうと思ってます。どっちも強いキャラ行って、まあ金木補欠にするなら金木とメタ、金木メタ補欠にして新しい2体でさらにパワーアップするか、まあ金木メタはまあ使い続けて、まあ、なんか新しい D1 みたいな。一応、B も、まあ、補欠か出していいんで、別に。こいつも全然強いんで。普通に強いんで、出していいんですけど、
まあ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 、みたいな。って感じですかね。D1、D0 取れたら絶対補欠から出すんですけど、これスキル10だとね、たまにね、白2ワンパン許すんだよね。月に2回ぐらいこいつ白2ワンパン許すんだよね。月2回、もっとだな。そんぐらいだな。月2回ぐらい白ワンパン許して点差30いかれるんで。まあ、こんな感じですね。はい。で、大型の補欠枠は、もうこれは、もう、そうです。もうこの、今補欠ついてないキャラを30フルにして使う予定でいますね。もう。一応、レドガと、まあ、リリスワンチャン変えてもいいかな、みたいな思ったり、もう思わなかったり、みたいな。はい。一応、まあ、フォワードラも刺さったら強いんで、まあ、フォワードラとリリス変えてもいいかな、とか悪かい、いやいや、ちゃちゃちゃー、みたいな感じです。って感じですね。はい。どうですか？結構、いいボックスでしょう。羨ましいでしょう。卵、猫、サイ、ガッツ、朝倉、ヨウ、マンジー、ナメコ、レム、ネコムト、チビ、グリー、プリンセス、チビ、ビク、バリキリ、コング、カンガルですね。はい。結構、いいボックスじゃないですか。かなり強いと思いますよ。はい。でも、こんなに強くても、使ってる人が、ダメダメだと、ランカーになれないんすよね。悲しいですよね。なんかね、いっぱい課金しても、ね、19万円入れても、ランカーにはなれませんと。まあ、久々のボックス紹介だったんじゃないかな。まあ、ボックス層の強 P を手に入れるには、PS を磨くしかないんで、頑張って PS 磨いてね、頑張ろうと思います。はい。ということで、ウィニュー中でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。